ペンテックの田中です。今日はあの色焼けしてムラムラになったサッシをちょっと補修ができるかやってみたいと思います。こちらがアルミサッシですね。上の方は色焼けしてないけど下の方がちょっと色焼けしてきてる感じですね。ちょっと濡らしてもちょっと色が元に戻らない、色焼けしちゃってる感じです。下の方はまあまあ色焼けがしてきてる感じですね。クリアが白ぼけた感じになってます。これをちょっと吹き付けで直るかどうかやってみます。ビニールでマスキング用紙をしていきます。はい、養生終わりましたね。表面がここだけ塗る。例えばこれ爪でこう引っ張ると爪の跡が残っちゃいますね。こう水でこう擦ったとするとどうだろう。水で擦ったとしても多少こう爪のラインがこう傷が残ったりしてますね。こっちから見るとね。まあ、表面のクリアがだいぶ傷んでる状態だと思います。こんな状態でちょっと切りわざとつけてみてこれが綺麗になるかちょっと実験したいと思います。今回実験なのでここのとこちょっとわざと塗らずに残しておきます。使うのはこのリクシルの補修用、ね、専用のスプレーです。よく振ってもう一回拭いてみます。付け付けがこれで終わりました。どうですかね。まあ、わりかし傷なんかも消えて、あとはムラなんかも消えたんじゃないでしょうか。どうでしょうか。ここちょっとめくってみましょうかね。わざと残しといたところですね、はい、これが、まあ、わざと残しといたところですね、はい、わりかし綺麗になったんじゃないですかね。もともと色ぼけしてたところですね。この辺り見ると綺麗になりましたね。